1996年新宿ダンボールハウス強制撤去の現場に小さなビデオカメラで正面から立ち向かった男、遠藤大輔。ホームレスのための情報番組新宿路上テレビの活動で当時日本のメディア運動を象徴する存在だった彼は、その後マスメディアに進出。ホームレス問題はもちろん、ダム建設の矛盾や平和問題など独自の切り口で精力的に取材を続け、ビデオジャーナリストの職業スタイルを確立した。2002年、占領下のパレスチナに赴いた遠藤大輔は自主映画ダイアログ・イン・パレスチナパイロット版を制作。紛争地における私小説というドキュメンタリーの新境地を開き、東京ビデオフェスティバルの話題をさらった。取材現場の生の実感を視聴者にぶつけたい、そのボトムアップの報道姿勢が本領を発揮したのは2008年、日本テレビニュースゼロで放送された医療シリーズだ。衝撃の映像と従来の常識を覆す論調が全国の医療従事者から絶賛され、医療崩壊を訴える報道をリードした。そしてこの年、遠藤と次世代の VJ たちは今までの事業を再編成、非営利の組合づくりを目標に新たな活動を開始した。 VJU ビデオジャーナリストユニオン。その活動領域として放送、ネット、ライブの3つのステージを想定。軸となるのは自主制作から放送業界に至る長年の経験で培われた制作理論と、大学教育の中で遠藤が積み上げてきた人材育成の方法論だ。まあ、趣味だよね。これは趣味によって支えられてるってとこだから、その、まあ、俺の場合はその楽器だったけど、趣味とかそういうものがあるといいんじゃないですか的な締め方。目から鱗、映像の見方が変わったと多くの参加者が語る VJU のワークショップ。ここではボトムアップの姿勢を守ってドキュメンタリーを作る方法を個人表現の手段として段階的に学ぶことができる。やっぱりその若い人たちなんかね、そのホームレスだとか派遣の問題とか、なんかちょっと距離を感じて。またライブハウスネイキッドロフトではトークイベントVJ が聞くを展開。映像を軸に人々と交流を深め議論する。その中から新たな問題意識や新たなつながりを得る。ジャーナリズムの原点がここにある。そして2010年、 VJU はネット上でついに独自の動画配信を開始した。路上の今を伝える専門チャンネル、ドロップアウト TV オンライン。ホームレス問題の最前線を伝えるユニークな活動に多くの支援現場から称賛の声が上がった。活動を支えるのはもちろん、ワークショップで学んだ若者たちだ。路上から見えるそういう社会問題を現場に寄り添った視点で取材していきたいなと。インターネットを使って発信することによってダイレクトな感想もすごい返ってくる。果たして VJU は新たな報道の時代を開くことができるのか。あるべきジャーナリズムを追求する挑戦が今日も続く。